うわこう見るとすげえな。これ見るとさ、触れてる人は手術受けてみたいなってなるかもね。だからこれはもう緊急の時ね。基本的には救急車だよ。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。行動せよ。さすれば世界も動くだ。待て、今集中してる。黙っとけ。半角でもスターの人いるけどいいですね。ダブルわらわら勝った。敵を倒しました。はい、オッケー、素晴らしい。終わりだな。お前は終わったんだ。懐かしい。楽しむためにさようなら。あなたのチャンピオンが倒されました。なるほどね。まあ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 、でもでかいんだよ。でもでかい、ぶっちゃけ。いい、関係ない関係ない。双方の同意がなければ平和は実現しない。アイオニアの壁に。シャットダウン。おー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 。配信外でリリア練習した甲斐があったってもんだな。なんか俺そういえば配信で話そうと思ってたんだ。本体新人戦のさ、俺の手術の動画を見てさ、手術を受けたやつがいてさ、俺感動しちゃったよ。素晴らしいことだよ。世界変わるよ、こっから。マジ世界変わるよ。よく頑張ったね、マジで。なんだよ、あの手術いてんだよ。な、俺いてんってこと伝えたのにやったのすげえな。ジジイ。ナイス、素晴らしい、ナイス。てか俺もさ、手術したの俺何年前だよ。俺の手術どんなんだか忘れちゃったよ。俺の手術の動画見るか、自分で。どんな手術だっけ。もう2年ぐらい前じゃない、あれって。思った5倍痛かった。痛かった。てか絵面めっちゃおもろいや。おもろすんつれてんだね。マジで脳の中身がやけどしてるんだって。なんかそんなんだったな。思い出してきた。こっちにキャ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 って言いながら髪の毛つっつりされて、またちょっともう入ってきたんだけど、すげえ痛かったんだこれ。看護師さんって心がないやん。手術したい。キャ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 ってやるときはもう血まみれよ。で、局所麻酔を前からするのね。で、奥に刺すとき、コリって言うのね。頭蓋骨コリって言ってんの。俺聞こえるの、それ。うー、痛いって。はい、頑張ってね。どっか強く掴んで喋ったら必要できないよ。はい。いや、俺頑張ったな、俺。俺頑張ったな、ほんとに。これ、こんな。ツン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 。ツン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 って、やってくの。全然効いてない。痛いの。針が刺さってるの、感じの。局所麻酔効いてないじゃんって思って、痛いですって言って。ツン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 。はい、効いてないですから。ツン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 。そのまま勢いついてきて、また出すの。聞いてないです。あ、そうなんですか。聞いて。ネジを頭蓋骨まで貫通させて、直接頭蓋骨にクッて刺してやりますってなったの。やりますってなったら、一本ずつ刺すんじゃなくて、4人囲まれて、1、2、3、4、人が立って、一気にギュッて刺すの。えーってね。ギュッて。せーの、はいーって刺すの。痛くはないんだけど、圧迫感があるの。怖い、もっと怖いのがね。一番怖いのが、レーザーをぶち込むわけよ。レーザーぶち込みますねーって。ピューって最初、ぶち込んで、痛くないです、全然。じゃあ次はちょっと質量変えますからね。はーいって言ってもみんなまた MR の中にピーンって痛いって言って。ビーンって来て、頭の中熱いの。で、それで、顔もね、ブグルルルルって動いて、麻痺して、ここら辺が上がってるのを感じるの。触れてないんだよ。約1年後に、もう一回再発しないために、仕上げいきますねって言われたの。仕上げ。そこで俺初めて緊急停止ボタンを押した。ポッて。
で、そしたら医師の人たちがバーって中に入ってきて、今緊急停止ボタン押しましたか、押しましたか、押しましたかってすげえ確認してくんの。押しました、押しました、押しましたってそのままなんて顔面がブン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 ってなってんだもん。押したに決まってるやんと思いながら、患者さんがね緊急停止ボタンをちゃんと押してくれたんでうまくいきました。緊急停止ボタン押してなかったらどうなってたんだい。意味が分かんない。その1回目がこんぐらい俺震えてたのね、右手こんなに震えてたの。痛くない微弱なレーザーでここまでいったの。医療ってすごくない。うわこう見るとすげえな。これ見るとさ、震えてる人は手術受けてみたいなってなるかもね。俺前こうやって片手で髪持てなかったから左手の方が震えてる。あーそっかーそっかー、俺そうかー。俺そば好きなんだけど食べんのは苦手なの。なんでかっていうと、そばをこうやって揚げるとね、先っぽは震えで踊るんだわ。こんなんなるわけよ。もう汁がブシャブシャブシャッすげえ飛ぶの。でもこうそばを上げた瞬間に全然揺れんくて、またそこでボロボロ泣いたよねっていう手術を受けたんですよ。私は知らない人ね、これ保険聞いて60万とかだったから、保険適用になった瞬間にやったんだよ俺。瞬間に。あ、そう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 、これをさ俺がさ YouTube の動画に残してる理由もそうなんだけど、俺が本体性心線があった時ってこんぐらい震えてたのよ。これはあのプールの飛び込みをやった後で、結構アドレナリンが出てる状態なんだけど、アドレナリンが出るともっと震えが出ちゃうわけよ。やばくね、おいやばいやばい、嘘だろお前。やばくね、やばいやばいやばい。これ人生の不利っていう名前で俺の YouTube に残ってんだけど、あげたの80万円。でもこれ見て、大げさじゃないでしょ、さっきのそばの話。ガチ大げさじゃないから、ピュン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 って飛ぶんだから。でこの動画を見て手術を受けたやつがいるんでしょ。あっぱれ、あっぱれである。俺は痛いのを知らなかったからできたんだよね。ここまで痛いっていうことを生で受け取ってできたのはすごい。全身麻酔をしてしまうと、そのどんぐらい焼いてどんぐらい効果が出てるかわかんないから、局所麻酔でその意識を残したまんま MRI の中に3時間か4時間入ってるわけよ、ずーっと仰向けで。で1時間おきに MRI の中からビーって出されてテストをするわけ。で最後の下りにもあった通り、危ないと思ったら緊急停止ボタンを押さないといけないから、意識がない状態だとできない。いやすごいよ。まあでもほんとたまーにいるんだよね、たまーにいんの、これ医療系の話でやってみようっていう人。本体性心線も質問がたくさん来て、まあこういう手術があるんだよっていうのをよく DM で説明するんだけど、やったよって人ってなかなかいなくて、これちゃんとやってる人より初めて見たかな。捻転も来るよ。いや捻転を説明したツイートがあるんだよね。精巣捻転って言って、金玉がその袋の中で回っちゃう病気あったんで、病気っていうか前つけられないあれなんだけど、それが起こってしまった時にその緊急策としてどうやって治すかみたいなのをツイートしたんだけど、定期的にいいねが入る。精巣捻転を自力で治したので方法を載せておきます。袋があるじゃん。でこの中でねじれるわけよ。でそのねじれた痛みによって玉がすごい収縮するのね。でその収縮によって自分の玉を抑えちゃって、その治んないの。緊張状態から解く必要があって、だからこれはもう緊急の時ね。基本的には救急車だよ。精巣捻転は基本的には救急車だよ。俺が初めて精巣捻転になったのは小学6年生の時に、塾で勉強してる時に精巣捻転になって、ずーっと腹が痛いのよ。思春期ってか小6だからそんなことすぐ言いなくて、チンチンが痛いって。で深夜に母さんに相談したら、お茶の水の緊急病院に行ったわけよ。でそうしたら先生が触診で直した。好き
マジで痛いよ。でも治してる時マジで痛い。別にそれでな治っただけだから、その回転がまた起きるんだよね。で起きてうわ痛いと思ってまた治して、痛いと思って治してを繰り返してると、もうね生活してんのが怖いの。痛みがどんぐらいですかってよく質問を受けるんだけど、その痛みのレベルで言うと半年に1回ぐらい起きる冷や汗をかくレベルの腹痛ってあるじゃん、もだえるレベルの、あれがずっと続くの。だからもう手術をしようっつって、俺はちょっと痛い話になるけど、袋をこうやってもうパッて開いてその玉を俺は袋に縫い付けてあんの。取ったらもうダメだから、もうずっと溶けない糸で結びつけてある。単純に回らなければいいから。結構いるよね、清掃年点経験した人。スカイピースのテオくんとかもなったっつってたな。あのお前らが嫌いなさ、いただきますの温度を作った人、おいしいヤミーヤミーのやつ、ちょっとわかんないけど、まあ君たちも気をつけてください。 なんか異変が起こったら行った方がいいよ病院に俺的アドバイス、異変が起きたら病院に行くべき人間は。